はい、皆さんおはようございます。いよいよ大阪マスターズ大会へ出発前日となりました。今日の予定は、まず午後の13時10分に青森空港を大阪へ向けて、まあ、出発する予定で、でその前にまず1件地元オフィシャルスポンサー企業様へ、先日出場したジャパンマスターズ2024の、まあ、結果報告の訪問と、その後オフィシャルサプライヤーのボディスイッチ様のスタジオで、大会前の最後の、まあ、コンディショニング、体の調整を、タクトレーナーに施術をお願いしておりますという感じで、まず YouTube、 先日 YouTube のコミュニティでも、アンケートの方を取ったんですけど、まあ、皆さん僕のルーティーン、大会密着ちょっと見たいっていう意見がちょっと多かったので、まあ、今回は、まあ、全て、まあ、なかなかの時間の都合上撮ることは難しいんですけど、まあ、一部部分部分でしっかり撮影して皆さんにお届けしたいと思いますので、というわけで本日もよろしくお願いいたします。はい、というわけで現在朝の7時41分です。8時から、地元オフィシャルスポンサー企業様と面談なんですけど、ちょっと20分ぐらい早く到着、まあ前もってね早めにちょっと到着したんで、時間までちょっとまだ20分ぐらいあるんで、今近くのコンビニで、ちょっと待機しております。はい、というわけでちょっとまた時間になったら移動します。はい、というわけで面談の方、終了しました。はい、まあ、お忙しい中ね、わざわざお時間ご報告のために作っていただき本当にありがとうございます。これからまず一旦自宅に戻って、で今、まあ、8時過ぎなんですけど、9時からオフィシャルサプライヤーのボディスイッチ様の、まあ、タクトレーナーにまあ、コンディショニング施術最後の体のコンディショニングの調整していただくので、まあ、それはちょっと、まあ、時間もないですけど、ちょっとこれから向かいます。はい、というわけでボディスイッチさんでのコンディショニング、終了しました。かなり上半身特に体整中してもらったところ軽くなって、はい、本当にお忙しい中ね、ちょっと時間作っていただいて、で大会の出発、まあ、前に、できて本当に良かったです。本当にありがとうございます。というわけで今が9時33分なんですけど、まあ、出発が1時10分で、自宅を11時ぐらいに出発して、で空港の方にはもう飛行機が立つ、搭乗時刻の、まあ、1時間前には到着したいと思ってるんで、これからまずは戻ってちょっと準備して向かいたいと思います。はい、じゃあお疲れ様です。これから今11時、あと2、3分で11時なんですけど、これから自宅、ってかもう自宅出発しました。ちょっとあの空港行く途中で、ちょっとドラッグストア寄って、あの僕たまドライアイなんですよね。ドライアイでちょっと目がやっぱりこう画面とか見てると目が痛く
なるんで、で結構職種柄、結構ほら YouTube の動画とか、あと SNS の更新とか、あといろいろメールの送信とかね、受信送信とかのそういう作業で結構画面見るので、ちょっと、まあ、ドライアイ、まあ、完全に防ぐのは、まあ、無理ですけど、まあ、とりあえず対策ってことで、これからちょっと目薬買いに行ってきます。はい、というわけで、ドラッグストアで、目薬ですね、こちらドライアイ用の目薬と、あと水分補給するのに、ウィルキンソン炭酸水買いました。これから、空港向かいます。というわけで、お風呂入りまして疲れました。一段落したんで、これから夕食です。まずね、ちょっと今回の遠征でミスったのが、忘れ物一つして、あのこういったマッサージロールとかね、筋膜リリースするアイテムとか、いろいろこう、あとはサプリメントとか、こう食材とか入れる、まあバッグね、ちょっと忘れてきちゃって、ちょっとだから明日何か代用できるものを探すんですけど、はい、まあなんとか、まあとりあえず無事にホテル着いたんでよかったです。でとりあえずこれから、近くにねコンビニあったんで、夕食買いまして、まあ、全然あのコンビニとかね、よくすごいコンビニのことを悪くこう言う方いると思うんですけど、全然食材的には、食材ってか全然悪くもないんで、全然だから、レース前とか全然、あとはどうしてもほら外食とかになるとお金もかかるじゃないですか。なんでコンビニだとこう手軽に、まあ普通にこう作るよりは高いですけど、それなりの価格で、しかも結構食材も揃ってるので結構おすすめです。で僕の今回の前日前夜の勝ち飯は、まず生、ナポリタンのパスタと、あとはスタミナ持久力向上させる、まあ豚ですね。あとはひじき、あと炭水化物の、ま、おにぎり、あとま、ヨーグルトと、あとオレンジジュースのこちらいただきますという感じで、まあ明日から2日間大阪の、ラクタブドームっていう、まあ、2年前にジャパンマスターズ2020選手権、ジャパンマスターズ開催された、まあ、プールなんですけど、まあ、去年も出場しました去年もまあこの、まあ、大阪マスターズ大会2日間出場したんですけど、まあ、1年ぶりに行きました。はい、まず調子の方、かなり前回のラストスイムでもタイムの方良かったので、まあ、しっかり明日から2日間、まあ、自分の泳ぎにできるように、まずはこの課題の一つである力みをなくす脱力と部分の効率よくパワーを出す、であとはテンポ回転を上げるっていう、まあ、リラックス、あとは楽しむ、レースを楽しむっていうのをしっかりモットーに、まずは目標のタイム、まずはタイムだけにとらわれずに、
しっかり記録出せるようにもう自然体で頑張りたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。じゃあまた後でお会いしましょう。じゃあバイバイ。